なんかもうなんていうの、美術館みたい。一軒家じゃないよね、規模が。美術館、美術館。誰でも入れてるじゃん、ここから。誰でも入れてる。本当だ。なんて言うんだろうね、これ玄関ホール的な赤いなの。ここのわあ、すごい。キャッソルみたいだね、本当。このもう土地が有り余ってるような作り。ここが入り口。オープン、オープンな玄関。うん、いいよ、行こう。これが押しボタン。わお。あ。こういう作りなんだ。全然違う。うわ、すごい広い。ここで滑り浴だ。そのまたこのでかいアイランド。え、待って、こっちにもある。やばい、もうこのアイランドも 6畳ぐらいあるよ。すごいオープンスペースだね、これまた。気持ちいいね、こんな広かったら。すげえ、ほんと、すごすぎ。うわーすごい、ほんとすごい、ため息が出る。もうこういう家に住んだらね、掃除はプロフェッショナルの人にやってもらうので、奥さんたちはきっと掃除しないんだと思います。そういう方々だと思います。気をつけてね。わ、すごい、何だ、透明の水の、これヤシの木、すごいね。こっちはすごいね、見たことない、そんなプール。プールなの、危ない、大丈夫大丈夫。本当だよ、本当だよ。これで 何千万もかかってるよ、このプール。やだね、お金の計算しちゃうね。こっちもある、離れがある。そうそう、パパはね、家にこういうね、離れを作りたいの。うん、離れを作りたいの。ちょっとこういう家が好き、なんか白っぽい家。みんな好きだよ、この家はさ。ムキ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 。お風呂あるの？あ、本当だね。あ、お風呂だ、本当に。本当にお風呂がある、露天風呂。あ、こっちがお風呂で、てか、あ、内側から撮んないと見えない。ここにシャワーがあって、ここに露天風呂がある。マスターベッドルームです。明るいし広いし、すごい。このお風呂がすごいですよ。何これ、さっきの紹介した露天風呂に行ける感じ。シャワールームがまた大きいの。こんなに広さ必要かっていうぐらい広いシャワールームです。何人でも入っちゃうよ、このシャワールーム。トイレ、四角い。面白いね。ウォークインクローゼット。はい、ここは、こっちはシャネルとプラダの紙袋。これ、実際に売ってて買ってる人がいっぱいいるっていうのがすごいよね。
え2階って、あ、こっちにもあるのか。これオープンスペースだね、かなりこの電車の仕上げる。あ、こっちに、ここシオンの部屋、ことじゃなくて、ママ映っちゃう。わあ、いい、この部屋も明るくて。あ、こうシオンの部屋。で、ここが多分クローゼット。クローゼット。なんか映画に出てくる家だね、本当に。気をつけてね、ことちゃん。大好きな夢があるね。アメリカンドリームって感じ。アメリカのこの綺麗な家があるね。四角いトイレ流行ってる。だからありとあらゆるところにこう窓、光取り窓を。いっぱいさ、角度がやっぱり入り口ってあってさ、真ん中にも隙間があるから、だから、ここらじゃ走ってたらどうだろうな。ここパパの部屋。ここパパの部屋？うん。これソーマの部屋じゃない？ほら、ソーマの部屋だよ。パパだってメインベッドルームは下にあったもん、マスターは。カトの部屋は…まずいっぱいあるから大丈夫。カトの部屋はシオンの部屋。あ、お台本のやつだ。ミュージックタイム。あピンポンしたよ、誰か。あ、隠し金庫みたいなのがここにある。隠し扉。隠すね。ベッドルーム。いいね、ここもいいわ。見てよこれ、ここだけでここもね。でかいテレビ。でかいチェーン。本当だ。これだけで500スクエアフィートだ。テレビもやってる。いや、すごい、本当すごい。結構いろんなあのオープンハウス見たことあるんですけど、やっぱりここすごい。ずば抜けてるね。トーマくん、この家好き？これこれこれ回る。好き、向き向き向き。それそれ。コトちゃんもこの家好き？大好き。引き出しの数何個？1、2、3、4、5、6、32。コト。なんでこんないっぱい切っちゃうの？なんでこんなにいっぱい切っちゃうのかわかんない。え、コトちゃん、こっちの家と最初見たいどっちが良かった？こっち。ソーマは？最初見たい。あ、そう。リビングルームで子供たちを呼んでも聞こえないねって話してたの。自分の部屋にいてリビングルームでご飯できたよって言っても聞こえないよ、これ。まだ自分で来るから。だから買おう。買ってよ、コトちゃん。買って、コトちゃん。今日は。紹介をしました。どうでしたか？どれが一番好きだった？一番上が二番目。コメントで。嘘、そうなの？コメントで教えてね。はい、バイバイ。夢のある素敵なお家紹介でした。